定しております場所が到着しますので、それに合わせてですね、皆さんと、FC の皆さんですね、やってたらだったんですけど、皆さんも今日は暑いですね。暑いので、水分補給もしっかりしてる。今日は水分補給もしてる。何を肉だよ。取ってみて。あ、そうなんだ。用意できますから、ちょっと。なるほど。テーマパークは鬼怒川温泉の近くにございます。なんとですね、世界中の有名な建築物102点が25分の1サイズで展示されていると。なんと、そして今年2021年4月24日つい最近首里城が展示されるようになったということで、これぜひですね、皆さん見に来たいなと思ってますんで、こういう風な感じでガリバー体験できますんで、ここにいるのは全部ミニチュアですからね。ミニチュアで見てください。自由の女神と東京タワーが並んでたりとか、すごく面白い施設はぜひみんなで行きたいなと思っております。それで羽田へ移動する途中で埼玉スタジアムによってですね、来シーズン J1 で戦うイメージをみんなで熱く気持ちを持ったまま羽田空港初那覇空港着で解散します。こちら2泊3日込みで、なんと格安の5万円でございます。行きたい。なんとかなってくれんかな JTA さん。お子様を1人当たりは小学生はですね4万円となっておりますので、皆さんよろしくお願いします。